田先生、お願いします。今年も残念で出させていただくということで、ね、いや嬉しいですよ、本当ね、感謝しておりますけれども ね、まあでも2019年もあっという間にね、もう終わりですよ。早かったですね。来年は2020年、なんかやりたいことありますか。やっぱりね、お笑いだけじゃなくてね、いろんな仕事やっていきたいんですよ。あ、いいじゃないですか。役者とかもやってみたいね。いいね、役者。ドラマに出たいです。ドラマね、何のドラマがいい。警察ものね。ああ、刑事ものね。ちっちゃい頃から見てきたからね。かっこいいね、いろんなシチュエーションがあるからね。そうそうそう、あの張り込みなんかいいじゃないの。張り込みね、犯人のアパートの前で何時間も張り込む、あれかっこいいね。あ、お疲れ様です。お疲れ。星に動きはありましたか。なかなか尻尾を荒さんな。そうですか、長期戦になりそうですね。そういうことだ。ま、一息つきましょうよ。おお、気が気じゃねえか。ちょうど腹減ってたんだ。コットンとメイク落とし OL か。なんで俺メイク落としちゃってんだよ。え、一息つくんじゃないの。じゃあ一息でメイクしてねえし、大体が。あ、そうそう、腹減ってるから食い物出して。蒸し鶏のラビゴットソース、季節の彩り野菜を。フレンチか、おい。何コース料理食っちゃってんだ、ここで。パパッと食えるもんだろ。ケフテですと、メジメッキチョルバスです。これは何だ。トルコ料理です。いや、知らねえもん持ってくんじゃないよ。知ってる食べ物をよこせ。ゆで卵とバームクーヘンです。口パサパサになんねん。水分全部持ってかれちゃうから。飲み物ちょうだい。カレーです。太ってんのか、おい。カレーを飲み物と捉えるのはデブだぞ、お前それ。いや違う、こういう状況で食うのあるだ、定番のあれ。パンと焼きそばです。挟んでこいよ、おい。焼きそばパンで持ってこい。何やってんだ。焼きそばパンと焼きそばでかぶっちゃってんだよ。なんで焼きそばかぶって。食い合わせ大事だからね、ここ。スイカと天ぷらです。一番ダメなんだよ。一番お腹壊しちゃうから。いや違う、パンちょうだい。残パンです。なんで残パンだよ俺。いや違う、アンパンと牛乳。アンパンと乳牛です。牛じゃねえかよ。なんて牛、邪魔でしょうがねえこのやつ。いやいや、俺張り込みのシーンあんま好きじゃなかったからね。何よそれ、先言えや。じゃあ取り調べなんて。いいね、迫力あって。メス、オス、メス、オス、メス、オス、メスを調べて取り調べ。見たことあんのか、おい。ひよこのオスメス調べる取り調べとめ、刑事ドラマで見たことで、全然分かってねえじゃねえか、オスメス。難しいんだ。首ばっかかしげて。全然できてないね、お前ね。俺はもっとね、緊迫感のシーンが好きだったんですよ。何を。だから人質取って立てこもっての説得みたいなね。銀行強盗で。そうそうそう。あれ確かにいいね、あれ。いいでしょ。おい、現場どうだ。はい。銀行に人質20人取って立てこもってます。20人が。人質の内訳は、男性が8人、女性が7人、お年寄りと子供が2人ずつ。それと、ライガーです。なんでだよ、おい。なんでライガーとか出してる。ライガーがマスクをかぶったまま、銀行に入ってお金を下ろそうと思ったら、防犯ブザーを押されたそうです。もうライガー犯人じゃないか、それよ。はい。愛じゃねえんだよ。打ちますか。打ちますかじゃねえんだよ、お前。ライガーとか出すのは緊張感なくなるから。皆さん、ライガー知ってますよね。いや、違う違う。なんで受けないんですかみたいな顔してる。一回も受けたことねえんだ、このくだりは。お前がどうしてもライガー入れたいってくらい入れたけども。このざまだよ、お前。いや、俺が滑ったみたい。お前が滑ったんだよ。ライガーだ。ライガーじゃねえよ。滑ったのはライガーだ。ライガーだって急に出されてビビってるよ、多分、お前。なんでな、俺の名前がってなってるよ、お前は。全然受けねえじゃん。いいんだ、いいって。受けたことがないんだから。ここはもうしょうがないもん。忘れる、忘れる、お前は。で、犯人の特徴は何なんだ。赤い T シャツに下はすっぽんぽん。隣に小さなピンクの豚みたいなやつ。熊のプーさんだね、それ。なんでプーさんが現れてる。撃ちますか。撃ちますかって。街に熊が出てきたんじゃねえんだぞ、お前は。犯人の特徴。見た目は子供なんですが、頭脳は大人なんです。こんなんだよね。困難ですね。困難とは言ってねえよ。名探偵コナンだっつってんだよ。いいんだ、アニメとかが。犯人の特徴。イタリア系アメリカ人ですね。外国人の反応か。ヒゲにオーバーオール。右手にキノコを持ってます。スーパーマリオだね、それね。スーパーマリオ。左手には星を持ってます。スターマリオだ、無敵で触ったら振ったことうるせえよ、お前。あれってゲームとかいらねえんだよ。ちゃんとした人間であれ、お前。犯人の特徴は。キリストのような見た目で、ヴェルディのユニフォームを着てます。ラモスだね、それね。前世紀のラモス。いいんだ、お前。日本人でやれよ、お前。ラモスは日本人ですよ。そうだけど。ラモスは誰よりも日本人です。あ、分かったよ。日本のために帰化したんです。悪かったよ、お前。青い目の侍です。どんだけ好きだよ、ラモスが。ラモスとライガーが好きです。なんでラモスとライガーが好きなの。もういいから、もういいよ。じゃあ、犯人の要求は何なんだ。犯人の要求は、でかいしゃもじを武器に、隣の晩ご飯を見せろと言った。ヨネスケか、おい。ここを世界遺産にしろと。ユネスコ。沢誉を中心としたイレブン。なでしこ。アミーゴ。メキシコ。さぬきうどん。シコシコ。わかんねえって。シコシコ。わかんねえって、それは。それはシコシコ。急にしか出てこないって。もういいよ、俺直接犯人と喋るから。おい犯人、今すぐ出てこい。明日で丸2年だぞ。何やってんだ俺ら。2年間もこんなやり取りしてんのか、お前。じゃあいいよな、犯人のお母さん呼ぶの巻き落としみたいなよ。犯人、お前の母さんが来てくれたぞ。早く実施しろ。さもなきゃてめえの母さんぶっ殺す。おめえも犯人みたいじゃねえかよ。いいから。目には目をです。おい犯人、お母さんが来てくれたぞ。お母さん、お願いします。あんたバカなことやめて早く出てきな。そしたらうちの年が出世できるんだよ。俺の母さんじゃねえかよ。久しぶりだね。久しぶりじゃねえんだよ。たまには顔見せるんだよ。なんで俺の母さん来ちゃったんだよ。犯人の母さん。母さん、お願いします。あんた、どうしてそんなグレちまったんだい、クソ太郎。名前のせいだよ。なん
んで木曽太郎にしたんだよ。おじいちゃんからからしな文字をもらって。お前じいさんなんて名前だ。おい、木曽吉です。どういう一族だ。お前何木曽残しで来ちゃってんだよ。お前はいいからちゃんとして。お母さんお願いします。あんた今日晩ご飯いんのかい。のんきだなお前。いかがですか。いやーもう派手な演出で、派手ですね。最後ですからもう優勝しましょう。この勢いで、頑張ってやっていきましょうよ。取っちゃいます。いや、はい、本当に頑張っていかないといけないですよ。もう頑張っていきましょうよ本当に。でも緊張しますねやっぱり。いや緊張しますよ。もうやっぱり M1 の決勝ですからね。そりゃそうですよ。尋常じゃないよ緊張が。あそう。もう昨日からずっと緊張してましたから。あそう。もう飯も全然食えないぐらい。大丈夫なの？お腹空かないの？全然空かない緊張しすぎちゃって。はー。もう大変。まあ、それぐらい緊張するもんです。それぐらいやっぱ気合入ってますよ。やっていかなきゃいけないんですけど、ね、本当に優勝したいですから ね。まあでもこうやって僕らもね、はい、漫才やらさせていただいてますけ ど、 すけども、これからいろんな仕事やっていきたいね。やってきたい、挑戦していきたいですよ。あのドラマなんかいいじゃないですか。あドラマ出てみたいわ。ねえところね、学園ドラマ憧れますよ。うん、学園ドラマ昔からヒット作が多いからね。そうですね。うん、あの古くあの武田鉄矢さんの代表作。金八先生。金八先生だよそれは。金八 ね。あとあのちょっと前ですから、反町隆史さんが鬼塚先生やってた。あ BBQ。バーベキューじゃねえかそれ。GTO ごついツナおにぎり。おにぎりじゃねえよおめえは。腹減ってんじゃねえかお前やっぱり。えなんださっから。いやたまたまですよそれは。えたまたまだよ。であの最近ヒットしたといえばね、うん、あの佐藤隆太さんが野球部の監督やってた。あシェイキーズルーキーズ。腹減ってんだろお前やっぱり。いやなんださっから食い物ボケばっか。腹減ってない。大丈夫か、うん、あと一番最近ヒットしたのは仲間由紀恵主演のねラーメン。めちゃくちゃじゃねえかよお前。ラーメン極戦全然合ってねえわお前。そんな腹減ってたら飯食ってこい。いや行かなくていいよバカ。漫才中に飯食いに行くやついるかお前。イルカって食べれるの。いやイルカの話はしてねえよ。いないですよって言ってんの。ああうう、ね、集中して。いやもう集中していきますよ。もう最後ですからね。ドラマですよドラマ。ドラマ出てみたいですよやっぱり、やっぱあの、うん、熱血先生がね、うん、あの生徒バシッて怒るとこあれいいよね。かっこいいよね。あれいいよね。お前ら恥ずかしくねえのか。一人をみんなでいじめてなんとか言ってみろ。なんとか言ってくれよ先生よ。生徒役かよお前。無理だろ、30過ぎて生徒役は。いけるだろ、まだ。いや、無理だよ。小6役だよ。いや、もっと無理だよ、小学生なんて。いけるよ、俺だって普段いつも小学生と遊んでんだ。危ねえんだよ、お前。俺結構ワンパクだよ。何してんだ、女子の髪とか平気で引っ張るから、ね。危ねえ、エッセンだ。スタートも平気でめくるしね。危ねえ、エッセンだ。水溜りとかとりあえず入るからね。何してんだ、お前。転んでも泣かないよ。いや、当たり前じゃねえか。自転車の補助に肩を外して乗ってるから、ね。近所の危ねえ親じゃねえか、お前。危ない親父だよ。危ねえ、親父だよ、ちゅったんじゃねえか。およおよおよって言ったんだ。およおよおよって何よ、お前。え生徒役は無理です。先生役聞こえねえのか。席につけ。席につけって言ってるんだ。バン。いやちっちゃいなお前。おい教団ギリギリちっちゃいよ先生。ちびっこ先生ちっちゃ。何をしてんだお前。誰がそんなちっちゃい先生やれって言ったよお前。もっとでかくしろお前は。はい座ってお席つけ。でかすぎるだろ今度お前。生徒をつまむんじゃないよお前はよ。席ついてね。席ついてね。何してんだよお前は。ちょっと席チェックメイト。チェックメイト。なんで生徒でチェスやってんだお前。生徒でチェスやってるちょっと西田敏行認識してんじゃないよお前は。じゃないよお前。けな普通でいいんだでかさはお前。お前ら恥ずかしくないのか。お尻にバナナなんか挟んで。どんな状況だよお前。見たことあんのか学園ドラマでケツにバナナ挟んでんのお前。俺あんまドラマ見てないんだよ。はぁ、あ、ドラマ見てないからよくわかんねえんだな。あるですよいろいろ。あるですよ。あるですあるです。何よあるです。いいシーンなんか学園ドラマ宝庫ですよ。何一番感動するのはやっぱあれですよ卒業式。あ最終回ね。そうですよ先生がね生徒一人一人に言葉を投げかけていく。生徒も本気で泣くからねあれ。そう先生も泣きながらもどっちも泣きながらアドリブとか入ってくるらしいですから。あれは感動のシーンです。確かに感動する。あそこいいよね、うん、青木お前は3年間よく一日も休まず来てくれたな。ありがとう。青田泣きすぎだよお前。おい、いや泣きすぎなんだよお前。なんで森進一になってんだお前は。いや五木もいらねえよお前。5点ぐらいのモノマネですよあなた。よくやりますね。いやいややらなくていいっすよ。似てるでしょ。全然似てねえし。いや泣きすぎ、先生が泣きすぎると見てる方引くから逆に。あそっか。そこは涙をこらえながらこう言うみたいなとこがいいね。赤山先生知ってます。お前が教室の花に毎日水をあげてくれたことありがとうな。あそういうのですよ感動する。赤塚先生知ってます。お前が3年間ひどいいじめを受けてきたこと。じゃあ助けてやれよお前。何が知ってます。先生ずっと見てましたよ。見てねえで助けろお前。佐藤美穂先生知ってます。お前は毎日一生懸命勉強してました。トイレの時もお風呂の時も先生見てました。ストーカーじゃねえか。みんなそんなとこ。ナオミ
先生知ってます。お前がプール授業休んだ理由。言わなくていいよそんなの。デリケートな問題だぞ。言うなお前。ヤマタ。ヤマタってなんだよ。ヤマタでいいだろ。先生知ってます。よく校庭に迷い込んでくる犬の名前。なんで知ってんだそんなもん。愛犬のジャクソンです。お前の犬かい。繋いどけ。そこのやつ。そこのやつで名前言えよ。先生知ってます。お前の名前。じゃあ呼んでやれよ。言いたくありません。なんでだよ。かわいそうだろあいつが。中島、先生は昔お前のお父さんと一人の女を奪い合いました。なんで今言ったんだそんなこと。気まずいわ。中野美香、第一印象から決めてました。メルトンかお前。佐々木、危険ですので白線までお下がりください。駅のホームでやってんのかこれ。井上、加藤、後藤。まとめんだよそこ。桜井、坂崎、高見沢。アルフィーか。カズ、ラモス、武田。メルディ、全盛期。志村、後ろ。ドリフか。宮崎、土下座戦といかん。東国丸じゃねえか。ダンカーン。武士じゃねえか。落球。誰が落球だよ。コンペです。なんだお前後半なんだコンペですって。全然めちゃくちゃじゃねえかお前。ちゃんと卒業式やれよお前は。山下、お前は毎日ランニングでおにぎりばっか食べて。裸の大将じゃねえかお前。架空の生き物を。いやそれ姫かぐや。やってたわ。稲葉、100人乗っても大丈夫か。物置きかお前。じゃあお前やれや。40人。アコーローズかーもらい飯。やった。電磁場。いやそれラップのやつじゃねえかそれ。駅前のお寿司屋さん行こう。いやそれバカな夫婦じゃろさっきの。ダイナマ太郎。それもラップのやつだっつんだよ。お前はよく頑張ったからご褒美です。はい、黒ずきんちゃんです。グリルのお前が取ったんだ。お前が取った。何してんだよこれ。中原、おじいちゃん亡くなって残念です。あ、これ GG バナナ。ガスな、消せ。稲川、怖い話してくれ。もういいよ怖い話。稲川ズボン、お前出てこなくていい。出てこなくていい。出てこなくていい。戻りなさいよ。どんだけ怖い話したいんだよ。ごめんよ。何してんだてめえ。ちゃんとやれよ卒業式。三浦俊和。はい、お前は3年間このクラスの担任として。俺担任。お前何なんだよ。コンペでいい加減にしろ。どうもありがとうございました。広いんだな。完全迷っちゃったな。あ、インフォメーションがある。すいません、あのちょっとお聞きしたいんですけど。090-23。携帯番号じゃねえ。なんでナンバー見てになっちゃってんだよ。簡単に押しすぎでしょあんたも。ほいで、いやいや場所を聞きたいんですけど。それでしたらそこの大通りをまっすぐ行って右に曲がるとお寺です。誰が坊さんだよ。いやお寺行きたいわけじゃないんですよ。売り場をねちょっと教えてほしいんですけど、ちょっといろいろなんか買わなきゃいけないんでね。あの家財道具なん、ちょっと人の話聞いてんすか。知らないおじさんと喋るなって言われてる。子供か。誰がおじさんだよ。売り場を教えてよ。ちょっとバリカンコーナー地下1階です。バリカンなんか言ってねえだろうねよ。何見た目で判断してんだよ。違う、ギフト売り、ギフト売り場。ギフト売り場知ってます。ギフト売り場、はいはい。ああ、お気遣いなく。お前にじゃねえよ別に。なんであんたに買ってやんねえ。いけない。じゃあ引っ越してね、いろいろご近所に配んなきゃいけないんですよ。だからそのギフトをね、いろいろちょっと買おうかな。それでしたら各売り場おかけしますので、まとめていってください。本当、それ助かる、はい、ちょっとね、いろいろ買わなきゃいけないんですよ、はい、あのベッドってどこに売ってます。セクハラですよ、いきなりベッドに誘うなんて。誘ってねえよ別に。買いたいのベッド。ベッドですか、はい。あとね、あの家電はどこに売ってますかね。それでしたら一旦外に出ていただいて、向かいがビッグカメラとなっております。他の店教えんなよ。他の店教えてどうすんだよ。何やって。他はあと、あ、おもちゃ売り場って何階ですか。子供用ですか、大人用ですか。子供用に決まってんだろ。何してんだお前。子供用、はい。何だお前。他はあとね、あ、スーツ欲しいんだ、あの紳士服売り場ってどこですか。あ、それでしたらきび団子くれたらお供します。桃太郎か。私の背中に乗ってください。浦島太郎かお前。その前に熊と相撲を取りましょう。金太郎勝つんだよ。何言ってんだこいつ。あらなお前。妻は博多真由子です。は、博士太郎か。何が。てめえ何客の頭叩いてんだこの野郎。お前ふざけんじゃねえぞお前。責任者やべってめえこの野郎お前。言ってえな。でそんなことしたらちょっとトイレ行きたくなったわ。ちょっとトイレ教えて。どこ。あ、大ですか小ですか。なんでそんなこと言い聞かなきゃいけねえんだよお前。もしかして中。なんだ中ってよお前。トイレって中ってなんだそれ。教えろよ早く。 あちらになってもらって。あ、向こう、はい、うわやばい、財布落としちゃったんですけど。え、あ、お財布売り場7階です。いやそういうことじゃねえよ。届け来てないですか。あ、お財布ですか。はい、こちらのお財布でしょうか。いやそれじゃないですね。じゃあこれですか。いやそれでもない。じゃあこれですか。マトリョーシカかお前。なんだ次々よ。これじゃない。これじゃないっすよ。じゃあ届いてませんね、はい、あとあの車のキーも一緒に落としちゃったんですけど届いてないですか。あ、そちら届いておりますよ。本当、はい、よかった。おめでとうございます。 MVP か。
なんだこれお前、こんなもんってあるかお前。もういいわ、一緒に来た友達に探してもらうから、ちょっと呼び出しかけてくれる？はい、かしこまりました。犬とキジと桃太郎さん、お友達がはぐれてる。誰が詐欺だよ。いい加減にしろ。すごいな、すごいな。ちょっとどんどん雨が強くなってくれてないですか先輩。本格的に嵐になってきやがったな。このままじゃどうしようもない。おい、こんなとこに洞窟があるぞ、入ろう。どうした、入ろう。何もしないっすか。ホテルかお前。何くらったんだ気持ち悪いのお前は。いいから入るぞ。はあ、いやこれで少しはしのげるな。いやそれにしてもどんどん悪天候になってくるじゃないですか。えらいことになったな。だから無理だっつったんすよ、世界最高峰のチョコモナカに登るなんて。チョコランマだよ。なんかチョコモナカっておいしそうだなお前。え、言ってんだよ。そんなこと言ってもしょうがない。まあとにかくな、今助け呼ばなきゃ。そうですね。よし、救助隊に SOS の連絡をしてくれ。わかりました、今からのろし上げます。昔かお前、時間かかるわこんなもんお前は。よ、じゃあこれで人呼びます。いや昔かって、ホラがいて。おかしいだろ。じゃあハト飛ばします。いや昔かってお前、電車待とって。いや全然飛ばれねえから全然飛んでねえから。発生じゃねえかあれ、飛ばれねえだろ最初から。何をやって、通信機を使え、通信機を。ここ通学理科オール2です。通信簿かお前。誰がそんなお前の成績聞けっつったらこの野郎。お前違うだろうが、通信機だよ。通信機って何ですか。だからトランシーバーだろ。ああ、ちょっと待ってください。お前は使えねえな。はい、これ。うわー、聞こかこか、トランスフォーマーじゃねえかこれ。なんでこんなの持ってきてんだお前。いや頂上ついたら遊ぼうと思って。子供かお前。こんなもん、いらトランシーバー出せよ早くお前は。よ、トランシーバーなんか持ってきてないっすよ。持ってきてねえのかよお前。はあ、何なんだ余計なもんばっかり持ち、全然肝心なもん持ってきてねえじゃねえかよお前。ほんと遭難しまったよこれじゃ。そうなんすか。親父かお前。余計なこと言ってんじゃねえよ。何なんだお前はよ、ったく使えねえな。腹立ってきたら腹減ってきたよお前よ。ったく、なんか食うもん持ってねえのかお前。ありません。ったく何も持ってねえな。じゃあなんか寒さをしのぐもんねえのかよ。はい、ちょっと待ってください。カバンに入ってるのは、もうなんか出してくれよ。アロハと、海パンと、シュノーケル。ハワイかお前。もうバカンス気分だろてめえよ。何してんだよ、誰を見てんだそれで。ちゃんとまともなもん持ってこいよお前。ペナントと木刀とキーホルダー。修学旅行かお前。どこで買ったこのお土産あるかお前。登山途中におったくよ。なんだお前、何も使えねえな。あったか。いやでも先輩、僕もめちゃめちゃ腹ペコなんすよ。なん、あ、そういえば俺チョコレート余ったぞ、食うか。いや俺甘いのダメなんだ。わがままかお前。ここで好き嫌いはダメだろお前絶対に。なんだよ。あ、そういえば魔法瓶の中にコーヒーが余ったぞ、飲もう。いや俺エスプレッソしか飲んだ。わがままかってだから飲めんやてね。なんだお前、もういいよ勝手にしろ。たくでもこの後どうなっちゃうんすかね。大丈夫だ、必ず助けが来る。来るわけないじゃないですか。なんでわかんだそんなこと。まだ気づかないんすか。何がだ先輩ね、すげえ嫌われてるんですよ。嫌なこと言うんじゃねえよてめえ。誰が嫌われてんだこの野郎。今日だってね、これじゃんけんで負けてきたんですか。罰ゲームじゃねえかそんなの。罰ゲームですよ。罰ゲームですねえよこの野郎。絶対来るに決まってんだろうがお前は。何言ってんだよ。はあ、どうした。今日は13日の金曜日ですよね。ああ、確かそうだったな。これは不吉なことが起こるぞ。もう起きてるよお前。真っ只中だよ今よ。今これは分かるだろこの状況。まあでも雨に当たって体が冷えてきたな。はあ、おいお前まさか眠たいんじゃないだろうな。すいません、なんだか急に眠気に襲われて。バカ野郎お前、こんなとこに寝たら凍えてるぞ。もう我慢できない。何言ってんだよ。布団引いてパジャマに着替えなきゃ。自宅かお前。がっつり寝ようとしてんじゃねえよお前。あでもな、いつもの枕じゃなきゃ寝れねえんだよ。大学先かお前。枕も布団もねえよお前。気が持てよ気管を。このままじゃどんどん眠くなる一方です。そうだな、なんかいいアイデア。そうだ、歌を歌って大声を出して眠気を吹き飛ばしましょう。それはいいな。よし歌おう。年々コロリ。バカ野郎お前は。なんで子守歌歌っちゃうんだそこでお前。寝ちゃうだろうかそんなもん。なんかもうとにかく、まあ寝ちゃいけないように、まあとりあえず休まなきゃいけないな。そうですね。休むけど絶対寝ないようにお互い起こし合おう。わかりました。よし、はあ、寝た。大丈夫だ起きてる。クラスで好きなやついる。修学旅行かお前。何なんだおめえさ。3番目から言いやない。うるせえよお前、この状況楽しんでんじゃねえよてめえこの野郎。まずい、ますます雨が強くなってるわ。これじゃ降りるに降りれないな。参ったな先輩。寒いっす。え、凍え死にそうだ。
困ったな。よし、しょうがない。ほら、いや、これを切ろう。いいですよ先輩、遠慮する。いや、いいです。いいから切れ。いや、いいんです。俺のことは構わず。いいんですよ。なんでだ。オレンジ切るとデブに見えるから。おしゃれかお前。どうでもいい。嫌ですよ。しかもこれダセーし。ダセーとかいいんだよそんなもん。これどこのメーカーっすか。いい一流登山メーカーだこれは。お前なんすかこのセーター。カシミヤだぞお前。そんなどうでもいいだろうが。あーでもこのままうじうじしてても始まんない。俺助け呼んできますよ。何言ってんだおいバカ。無茶すんなおい。いや大丈夫かこんな嵐の中。先輩大丈夫ですよ。助かりました。え本当か。助けが来ました。何だって。猿犬キジが。桃太郎かお前。いぶらってねえだろそんなもん。これきびだんごか。誰がきびだんごかだってね。きびだんごじゃねえだろ。きびだんごだろ。あ雨が止んだぞ。よし今のうちに降りるだけ降りよう。よし行くぞ。じゃあこっちから降りような。先輩急げ。なん俺無理です。は先輩一人で降りてください。何言ってんだお前。ここまで来たら一緒に降りる。お前まさか怪我してんじゃねえだろうな。お前足怪我したろ。どこで怪我したんだ。洞窟に来る前からです。なんで早く言わねえんだそんなこと。しょうがねえな。乗れ。無理です先輩。いいから。大の大人を担いで下るなんて自殺行為だ。お前ほっといていけなくねえだろ。乗れ先輩。すいません。で足は骨折か捻挫か。むくんでるんです。上司かてね。歩けそれぐらい。お前パンパンで。パンパンでじゃねえだろうか。これじゃヒールも履けない。なんでヒールアホってせえたことやるろお前。あ救助のヘリだ。近くに着地したぞ。よしこれで助かったぞ。なあそこまで歩けるな。無理です。なんでだ。むくんだだけだろうお前よ。僕はヘリには乗れません。なんでだよ。高いところが嫌いなんです。わがまま釣れるかな。こうキュッてな。キュッて。いやおお。よろしくお願いします。ようこそ豪華客船タイタニック号へ。どこがだよ。ただの釣り船じゃないですかこんなの。いやいやただの釣り船と思ってもらっちゃ困るよ。どこがタイタニックなんですか。床に穴が開いてすぐ沈むんだから。どこ一緒にしてんだよ。勘弁してくれよ。タイタニックってやつ。タイタニックってじゃねえよ。皮肉だよ多分。いや皮肉だよじゃねえよ。何言って大丈夫なんですかそんな穴開いて。これ大丈夫だよ。穴はねしっかりとねあの一升瓶で塞いであるから。何で塞いでんだよこれ。奇跡的にねすっぽりはまったの。いや知らねえよ。俺の好きな芋焼酎なんです。いや知らねえよそんなんで。大丈夫沈まないですかそれ。一升瓶なんかで。そんなことよりな今日は荒れるぞ。やっぱ海見ただけで荒れるかどうか分かるんですか。ああ大荒れだな今日は。俺のお肌。お肌か。どうでもいいわそんなのよ。いやいやいや何だよ荒れるぞ。肌なんてよ非常に日光に弱くて敏感肌なの。知らないですよそんなの。でもあれですねここら辺の海はこの時期何が取れるんですか。ああこの時期だとねあれだよほらあのど忘れちゃったあのさな、なんだ。あサバ。いや違う違う違うさサンマ。いや違うあ魚。素人か。魚がね取れる。分かってるあんなこと。魚が取れるんですよ。その種類聞いてんでしょこっちは。でもやっぱこういう仕事してるとあれでしょ、うん、新鮮な魚毎日食えんでしょ。まあそれが漁師の醍醐味だからな。いいよな。ああ焼き鳥に冷ややっこ冷えたビールを喉に流して。魚食えよお前。全然魚食ってねえじゃねえかよ。やっぱ飽きちゃうんだよな魚ばっかりだと。贅沢なこと言ってんすか、うん、いいか早く釣れよ。何なんだよその態度よ。釣れよもったいないだろ。柵だもん今もう出してんだから船ほら。分かったよ、うん、よし釣れるかな。ちょっと緊張するな。え嘘。えうわお早っ嘘。おうわすげえ。すげえだろ。すごいっすね。ここら辺はもう入れたらすぐ釣れちゃうんだよ。はまさに食い込み状態だ。入れ食い状態だろ。なんだ食い込み状態って言うの。いやパンツの状態知らねえよ。戻らねえんだ。いや戻らねえじゃねえよ。邪魔で戻らねえ。いや知らねえよあんた。ほら俺ティーバッグだから。知らねえよ。何入ってんの。ティーバッグだったら戻るわけねえじゃねえかよ。ヒョウ柄だよ。気持ち悪いんだよ。こんなことどうでもいいからこれちょっと新鮮なうちにさばいて食いましょうよ。マックがいい。女子高生かお前。なんでマック食わなきゃいけないんだよ。女子高生じゃありませんけど。分かってますよそんなことは。女子高生がティーバッグ開きますかね。いや履くだろそれは。おっさんの方が開かねえよお前。ちょっといいからこれさばいてくださいよ。分かってちょっと置いてくださいよじゃあ。ちょっとうめえだろうなやっぱこういうのは。さあこちらが3枚におろした料理番組かお前。何してんだこれ。こちらが完成形。出来合いじゃねえかだから新鮮なの食わせろ今さばいてよねこれ。お前確かだな。いやそれにしても雲行きが怪しくなってきたな。うわ本当だちょっとなんか波も荒くなってきたし。これもう釣り無理っすかこれ。いや大丈夫だ俺は今から魚を呼ぶから。魚呼べんの。ああ見とけ。すげえな北の国からか。ちょいちょい古いんだお前言うこととかやることがよ。
なんだよ。うわ、結構濡れてきたぞ。荒いですね。荒くなってきた。うわ、なんか酔っちゃった。俺んち行っちゃう。お持ち帰りかお前。持ち帰んだよお前。あんたおっさんに持ち帰らなきゃいけないんだよ。いやでもちょっと俺も酔ってきた。プロなのに情けねえなあんた。いや昨日の芋焼酎聞いて。使い追いかよ。うわちょっとすごい。うわすごい。ちょっとやばいやばいでしょこれは。やばいやばい。ちょっと船長これ最悪なんだよ。落ち着いて。あんたが落ち着けよ。落ち着いてください。なんであんたの。ちょっと怒りあげなきゃ。怒りを怒りをあげなきゃ。はい、あげたて。イカリングじゃねえかそんな。何言って。イカリだよ。お怒りです。お前ホント殺すぞお前。おい、分かりました。イカリあげろっつってんだよお前。ちょっとヤバいよ。よいしょ。何だよこの一生瓶。穴塞いでた一生瓶。お前何あげてんだよ。小島出てってもそんなに浮ついた歓声じゃない。はい、ネタを見るタイプですよこれ。やばい。まあでも小島くん、はい、去年はすごかったねお前は。そんなことないですけども。言ってもこいつの年ですよね。いや言っても盛り上がってましたから。いやでも本当に年末年始おかげさまで、はい、いろいろ出させてもらって。出てたね。ただいかんせんこの格好だったんで風邪ひいちゃいました。あららら、ら風邪ひいちゃって、はい、体調もあんま良くない、はい、でもまあそれやっぱり健康管理が良くなかったと、うん、いうことだと思うんですけれども、ね、うわつかみベタな感じの。やばいな俺たちの最初の一発目の。ああどうしましょう。ちょっとシュールすぎるかも。はい、まあでもあれだね、はい、去年はやっぱり仕事も多かったからこっちの方もほらボケたでしょあなた。まあ、そのまあ仕事がない頃に比べれば比べたらかなりもらったでしょやっぱり、うん、だからこういうのはねやっぱ感謝してね、やっぱりお世話になった人なんかにこう感謝の気持ちでプレゼントなんか、うん、やはり一人自分一人の力で来れたわけじゃないですから。そりゃそうだ。やはり周りの人がいて私がいた、うん、だから本当に感謝の気持ちは忘れちゃいけないですね。うん、うん、でも、うん、そんなの。まあそんなのはやっぱり今年も出るっていうことで、それが感謝の気持ちになるかなと。うん、この分かりやすい。まあ去年は忙しかって盛り上がったけども、はいはいはい、逆に今年消えそうな原因みたいな選ばれてね。結構選ばれたりしたでしょあなた。そうなんですね。これいけないね。はい、一発屋で小島よしおで検索したらいっぱい出てきますし。もうね。だけど、だけどもだけど、だけどもだけど。まあでもそれやれやお前。何してんださっから。先輩が何回もデモとかいろいろ振ってんだろお前。そんなの関係ない。そんなの遅い遅い遅い。そんなタイミングでやられてもお前。うまい。いやでも年下僕ねやっぱ漫才がやりたい。漫才がやりたい。はい。漫才なんかやりたいのか今年は。でも僕一人だからできないな。漫才だったら一応13年やってますけどね私。ウェイやっちゃう、はい、金八先生みたいにいじめられてる引きこもりの生徒を連れ戻すとかそういうことやりたかったんですよ。そういう熱血先生になりたかった。はい、じゃあちょっとやってみよう。お、どん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 。年誰だよ。先生だよ。先生何しに来たんだよ年。お前いい加減学校来いよ。学校なんか行かねえよ。そっか、じゃあな。いや違う早いお前。そんなあっさり帰る先生いるか。熱血先生なんだろお前。そこは行き止めなきゃ。お前どんな先生だよお前。うわー下手こいた。そこじゃねえだろお前。お前漫才いや曲もいらないよ。曲やるめちゃめちゃだろお前。これなとし、せめてこのドア開けてくんねえか。出てよ。お前の目を見て、お前の顔を見て、俺話してる。頼む、この通りだ。ガチャ。いやいや、まあちょっと遅えわけんな。まあ全然茶菓子も出てこねえしさ。ったくお前、母ちゃんも母ちゃんだな。そんなんだからいじめられるんだよ。最低じゃねえかお前。最低だろお前先生として。どんな先生だよお前は。うわ、下手こいな。いいよ。お前完璧じゃないか。やばいなこの完成度。ドリームマッチでも通用するぞ。全然漫才やる気ねえじゃねえかよおめえよ。やっぱり僕一人がいいです。いい加減にしろ。ピーヤピーヤラッタラッタピーヤヘイピーヤピーヤピーヤラッタスタピーヤピーヤピーヤアピーヤラスタピー。弾いてんじゃないよ。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。最近この辺りじゃ靴が増えてるらしいからな。
怪しいのを見つけたらどんどん捕まえるぞ。わかりやすい、わかりやすい。嘘、実際にいたんだこのタイプ。嘘だ。でキョロキョロしてるけど全然俺に気づいてねえし、何これ。おいちょっと君、止まりなさい。もっと強くお願いします。は？もっと強く言ってください。おい止まれ。もっと。止まらんと撃つぞ。もっと。止まれ。もっと撃つぞ。撃ってください。 M かお前。なんだ気持ち悪いな。なんなんだよ。止まれっつったらすぐ止まりなさいよ。じゃあこれ。いやじゃあじゃないよ。何やってんだよ。止まれっつってんだろうが。何をやってんだ。最近はね、ここら辺で空き巣が増えてるんだよ。まさかお前。私のどこが空き巣なんですか。空き巣だろどう見たって。逆に空き巣以外何に見えんだって話じゃねえかこれ。ええじゃねえ。じゃあ聞くけども、なんだこの格好。答えなさい。答えなさい。23番、泥棒。仮装大賞かお前。なんだそのごまかし方。だいたいなんだその口の周りのヒゲお前。典型的な泥棒ヒゲだろうが。これはあの罰ゲームで書かれたんですよ。羽つきかお前。ずいぶん正月遅えなお前よ。本当は何なんだ。本当はサンタクロースです。もっと遅えじゃねえかお前。ずいぶん前の話じゃねえかそんなもん。いや慌てん坊なんです。いやもう今年の分配るの。はい。どんだけ慌ててんだよお前は。よくこんな格好でお前泥棒じゃないなんて言えんな。本当に違うんですよ。そんなことお前警察に通用すると思ってんのか。警察。いや気づいてなかった。お誰だと思ったんだよこの格好見て。ああじゃないよ。もういいよ。ちょっとね身元確認するから名前教えて。名前は。ネーム。年齢は。オールド。仕事は。ビジネス。家族は。ファミリー。英語聞いてねえよお前。なんで俺がお前に英語聞かなきゃいけねえんだよ。年齢は。いくつに見えます。合コンかお前。めんどくせんだよ。あんた俺が当てなきゃいけないんだ。いくつだ。29です。29ね。嘘です。37です。なんでサバ読んだんだお前よ。20代の方が受けがいいかなと思って。合コンかっつってんだよ。王様ゲーム。合コンかっつってんだよ。なんでお前と王様ゲームやんなきゃいけないんだ。ノリ悪い。合コンかっつってんだよ。あんたノリって。あんたお前おかしなやつだな。ちょっとパトカー来い。お持ち帰り。なんでお持ち帰りだよ。死ねえよお持ち帰りなんか気持ち悪いな。あんなんだ。だいたいよお前こんな時間にこんな格好でお前どこ行ってたんだ。家から出てきたとこです。じゃあこれからどこ行くんだ。自分家に帰るんだ。もう泥棒じゃねえかそんなもん。ただの泥棒だろお前。こんなでっかい風呂敷ちょっと中見せてみろ。やめてください。いいから。やめてください。いいから。やめてください。泥棒。お前じゃねえかそんなもん。誰が泥棒だよお前。ほんとそんな見られたくねえな。だったら自分で言え。その中身何入ってんだ。甲子園の土です。入れすぎだろお前。どんだけ入れてんだお前。どんだけ負けたお前よ。ほんとは何が入ってんだよ。夢です。かっこよくねえよ全然。何かっこつけちゃってんだお前。ああもうラチ上がりやめてください。お前いいから。僕の夢を奪う権利あなたにあるんですか。何が夢だ。僕の権利。いいから。なんだこれ。燃えないゴミですか、ね、うるせえよお前。どこがゴミだこれの。お前が盗んだんだろうが。よし証拠出てきたな。よし連行だ。いや連行なんか無理だ。言ってねえよそんなこと。連行だっつってんだよ。連行だったら天ぷらで。連行じゃねえようるせえな。連行だって来い。まやろ。はははははは。なあ急にお前は。何がおかしいんだ。お前に、いや貴様に私を逮捕することはできない。なんだと。国家権力って知ってますか。お前ら、いや貴様ら現場の人間がどうあがいたって私を逮捕することはできないんだ。なぜなら私の父はまさか警察庁の日本のトップに君臨する泥棒だからだ。家族ぐるみじゃねえか。逮捕だ。パパ。今日から研修お世話になります新人アナウンサーの鈴木です。よろしくお願いします、うん。私は新人担当の三浦です。よろしくね。よろしくお願いします。君には期待してますから。はい、ありがとうございます。ね、はい、で、君はどうしてアナウンサーになろうと思ったの。はい、うん。プロ野球選手と結婚するためです。女子アナか。なんで君が野球選手と結婚するんだよ。すいません、嘘です。嘘ですじゃないでしょうが、はい。じゃあこのアナウンサーとしての目標は何なの。はい。いずれはフリーになってお昼の番組の司会をやることです。福沢か。おしゃれなメガネをかけて。福沢かって。ジャストミー。福沢かって。はいよ。福沢かって言ってな。何がファイヤーだよ君。すいません。いきなりフリーになること考えてんじゃねえよ。はい。すいません。頼むよ期待してんだから。はい。じゃあね、早速今日は研修行くから。はい。頼むよ。はい。じゃあ席ついて。わかりました。
よし。それじゃあね、はい、まず最初は、はい、あの滑舌ね。はい、じゃあ僕がこの早口言葉を言うから、はい、僕の後についてきて。はい、うん、赤パジャマ青パジャマ黄パジャマ。赤パジャマ青パジャマ黄ばんじゃった。汚ねえなおい。なんだ黄ばんじゃったって。黄パジャマだよ。黄パジャマ。はい、黄パジャマ。はい、わかりました。カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ。カエルコトコト煮込んだよ。気持ち悪いよお前。なんで煮込むんだそんなもん。すいません。何言ってんだ。バスガス爆発。バスガス欠。短いなおい。何ちょっと短くしちゃってんだお前ガス欠。すいません。坊主が屏風に上手に絵を描いた。坊主が上手に突っ込んだ。俺か。俺じゃねえかそれ。あんたお前。すいません。全然早く仕事できねえじゃねえかよ。すいません。もういいよ。じゃあ早口言葉、はい、ね、じゃあね、次あの原稿読み、はい、これは実際にこう読んでもらうから。はい、わかりました。じゃあちょっとやってみて、うん、次はスポーツニュースです、うん、まずはプロ野球です、うん、今日行われたヤクルト対阪神巨人はどっちだよそれよお前。オール巨人が勝ちました。漫才師かそれ。巨人の先発は身長170センチくらい、黒い帽子に黒のジャンパーを。犯人かおい。男はワンアウトも取らずに逃げたそうです。うまいこと言ってんじゃねえよお前。続いて大相撲です。あ、朝青龍対中大会の取り組みは寄り切ってデブが勝ちました、うん、どっちだよこれ。大体似たような体じゃねえかこれ。続いてブタミントンです。いやおもちゃだからこれは。小4の大輔が優勝した。誰だ大輔って言うとね。続いて明日の天気です。ああ、明日の関東地方は晴れ時々雨、うん、最高気温はドゥルル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 。最低最高一緒の気温ってなんだそれ。はい、君めちゃめちゃだな。原稿全然読めてないよ。すいません。もういいや。じゃああの中継先とのやり取りってのやろうか。はい、君が中継先に呼びかけてこうやり取りするみたいな、はい、あ、僕が呼びかければいいんですね。そうそう、じゃあ実際に相手がいると思ってこう呼びかけてみて。わかりました、うん、奥さん今一人。ミノか。旦那が暴力振るって。ミノかっつってんだよ。息子さん助けてごめん。ミノかってうるせえな。すいません。なんでミノモンタやってんだ急に。ミノさんを見て育ったんですよ。知らないよそんなの。すいません。ちょお前ちょっとあのスタジオ早えな。まだそうですか。全然できてねえから、はい、じゃあさ俺がスタジオにいて中継先に呼びかけるから、はい、その中継先のレポーターそれやってくれる。あ、わかりました。うん、はい、じゃあちょっとレポーターです、はい、そこ立って、はい、じゃああの国会議事堂の前にいるっていう設定ね。国会議事堂ですね。わかりました、うん、はい、それじゃあ中継先繋いでみましょう。現場の鈴木さん。はい、こちら現場の鈴木です。現在そちらどういった状況でしょうか。こちらの状況は海外か。なんだそのタイムラグは。すぐ喋れよお前。行こうどうか。あれ声がかすれているよ。知らねえよお前の喉の調子だろうが。ただの急にかすれた。お前なんだお前。すいません。お前何もできてねえな。だから一個何できんだお前よ。あの僕野球が好きだったので、ヒーローインタビューってできますよ。ヒーローインタビュー。ヒーローインタビューです、まあ、あんなん結構難しいぞ。大丈夫です。できんのか。できます。じゃあ俺がこう選手やってやっから、はい、インタビューしてみろ。わかりました。放送席放送席、今日のヒーロー斉藤投手に来てもらってます。いやー惜しかったですね。負けてんのか俺。なんでヒーローインタビューで負けた選手がのこのこ来んだよ。そうですか、わかりました。すいません。優先席優先席。シルバーシートか。呼んでも何も帰ってこねえよ。放送席だろうがよ。放送席放送席、今日のヒーロー斉藤投手に来てもらってます。いやー斉藤投手見事なピッチングでしたね。ありがとうございます。今日の晩ご飯は米助か。お前隣の晩ご飯じゃねえそれは。髪切った。タモさんかって。じゃあカメラに向かって大成功。ドッキリかお前。むしろ座れよお前。座れこれら。すいません。お前アナウンサー舐めてんだろお前。さっからよ全然一個もできてないじゃないかお前。アナウンサーってのはな、真実をいかに的確にそして迅速に伝えるか、それがアナウンサーってもんだ。お前全然分かってねえんだそういうこと。はい、それでは今夜はこの辺でさよなら。いや終われねえよお前。何勝手に終わろうとしてんだこの野郎。今夜は冷え込みそうですね。さよなら。終われねえ。何締めのコメントだって言えてんだお前生意気に。はい、この後はウルグスです。やかましいわお前。やんねえよウルグスなんて。お前絶対できねえよお前。アナウンサーなんかクビだ。はい、この後は就職活動です。こちらになります。こちらですね。こちらの物件がね、あの、はいはい、うちの不動産のおすすめ物件となっておりますから。なかなか立派な建物ですね。いやそうですよ。本当にお客様の条件全て満たしておりますから。あ、本当ですか。はいはいはい、はい、じゃあの防犯なんか大丈夫ですか。あ、もうバッチリです。縦横のチャックを開けたらスッと中に入ります。テントかっつんだよそれ。入られ放題じゃないそれ。下がりすぎますよちょっと。あ、一応鍵は2つついてますけどね。あ、
26、それは安心ですね、はい、あとあの窓も2枚重ねとなっておりまして二重サッシ、それは静かでいいね、家賃の方も私と大家さんの両方から、二重世紀バカ野郎お前二重世紀そこいらねえんだよ、冗談ですよ、何すか冗談って、じゃあちょっと中入ってみましょうか、ああ入りましょう、ね、入りましょう、はいはいはい、なかなか立派だな、はいはいはい、どうぞどうぞ、あはいはいはい、ほうほう、なるほどなるほど、こうなってるわけですね、はい、あそういえばさ今日泊まっていける彼女か何言ってんだあんた、大きめのスウェット出そうか、彼女かっつってんだよ、明日朝早いけど気づかずに、彼女かってうるせえな、なんでここあんたんちになっちゃってんの、まあまあ冗談ですか、冗談って何なんですか、気にしないでください、どうですか、あ、はいはい、でも意外に広いですね、天井は高くてね、筒抜けになってます、吹き抜けみたいに言うんじゃねえよ、どこに情報漏れんだよ、あとね下の床ひっくり返すと忍者出てきますよ、昔かお前、うん、そんなもん、日当たりはもちろん風当たりも抜群です、冗談じゃねえよ、風当たり強かったら、あそうですか、言ってんすか、うん、まあまあまあ外見はいいけども、はいはいはい、これあれですか、作りは頑丈なんですか、はい、そこはもうがっちり頑丈に作っております、あそうなんですか、それだけは手を抜いておりません、へ実は私には2人の兄がいたんですよ、はい、作りの手を抜いたばっかりに命を落とすことになってしまいました、え藁と木の枝なんかで家を作ったばっかり、3匹のこの高野だ、コロナじゃねえかおめえよ、私末っ子です、知らねえよそんなもん、お前レンガだから安心でしたとか言ってる場合じゃねえだろてめえ、あとトイレの方ですね、和洋中から選べますけど、中ってなんだよそれよお前、中華ですよ、洋式でいいよ、洋式でいいですか、キッチンはキッチン、あキッチンはこちらなんですけどもね、おうおう、このグリルで魚焼いたりできますし、あいいねこれいいね、今ですとですね、この小型のフライパンに万能包丁3つついてきます、通販勝つんだよ、あと火を起こす際には下にですね板と棒があるんでそれで起こしてください、原始人か、クロマニヨン人か、誰が誰がクロマニヨン人だてめえこの野郎、ごめんなさい冗談です、冗談じゃねえだろこれ叩いたろってめえ、冗談ですからそんな、冗談じゃねえだろうが、こんなに見てくださいよ、ほんでまあまあまあいいや、はいはい、こういうのは分かったけどさ、はいはい、この最寄り駅からどれぐらいかかるの、最寄り駅からですとです、電車で5分ぐらいですか、ね、バカかお前なんで駅まで電車で行っちゃうんだおめえよ、ああのすり足で10分力士勝つんだお前二人三脚で15分やらねえよそんなもん、30人31脚だと子供たちかお前やってたんかそんなこと、結構早いんですよ、あれ早いんですよじゃねえよ、徒歩でどんぐらいっつってんの、徒歩で5分ぐらいですかね、ああそうなの、冗談です、冗談なのかよ、ロップ買わねえじゃねえか出しててめ、ああそうか、そうですよ、まあまあまあ、うん、駅からも近いし、どうしますか、決めちゃおっかな、あお目が高いですね、まあでもですねあらかじめご了承いただきたいんですけども、うんうん、ごくまれになんですけどね、押し入れにね全く知らない子供遊んでますけど無視してください、うん、できるわけねえだろお前、おまけでねえかそんなもんお前は、階段ですよ、いや階段ですよじゃねえ、そこ冗談ですよって言ってくれよお前、冗談です、冗談なんか、はいはいはい、あじゃあまあまあまあ、場所もいいし物件も気に入ったし、うん、はいはい、借りちゃおうかな、あ借りますか、うん、困ったな、えちょっとね貸せないんですよ、はあ全部冗談だったんです、いい加減にしろこちら、いやいやもう派手な演出で、派手ですね、最後ですからもう優勝しましょう、この勢いで、頑張ってやっていきましょうよ、取っちゃいます、いやいやいや、はい、本当に頑張っていかないといけないですよ、もう頑張っていきましょうよ本当に、緊張しますねやっぱり、いや緊張しますよ、もうやっぱり M1 の決勝ですからね、そりゃそうですよ、尋常じゃないよ緊張が、あそう、もう昨日からずっと緊張してましたから、あそう、もう飯も全然食えないぐらい、大丈夫なの、お腹空かないの、全然空かない、緊張しすぎちゃって、はもう大変、まあ、それぐらい緊張するもんです、それぐらいやっぱ気合入ってますよ、やっていかないといけないんですけど、ね、本当に優勝したいですから ね、まあでもこうやって僕らもね、はい、漫才やらさせていただいてますけ ますけども、これからいろんな仕事やっていきたいね、やってきたら挑戦していきたいですよ、あのドラマなんかいいじゃないですか、あドラマ出てみたいわ、ねえ、ところに学園ドラマ憧れますよ、うん、学園ドラマ昔からヒット作が多いからね、そうですね、うん、あの古くあの武田鉄矢さんの代表作、カンパチ先生、金八先生だよそれは、金八 ね、あとあのちょっと前ですが、うん、反町隆史さんが鬼塚先生やってた、あ BBQ、 あバーベキューじゃねえかそれ、GTO ごついツナおにぎり、おにぎりじゃねえよおめえは、腹減ってんじゃねえかお前やっぱり、えなんださっから、いやたまたまですよそれは、たまたまお前、であの最近ヒットしたといえばね、うん、あの佐藤隆太さんが野球部の監督やってた、あシェイキーズ、ルーキーズ、腹減ってんだろお前やっぱり、いやいやいや、なんださっから食い物ボケばっか、腹減ってない、大丈夫か、あと一番最近ヒットしたというのは仲間由紀恵主演のね、ラーメン、めちゃくちゃじゃねえかよお前、ラーメン極戦全然合ってねえわお前、そんな腹減ったら飯食ってこい、ちょっといや行かなくていいよバカ、漫才中に飯食いに行くやついるか、お前イルカって食べれるの、いやイルカの話はしてねえよ、いないですよって言ってんの、ああそういうことね、集中して、いやもう集中していきますよ、もう最後ですからね、ドラマですよドラマ、ドラマ出てみたいですよやっぱり、やっぱあの、うん、熱血先生がね、うん、あの生徒バシッて怒るとこ、あれいいよね、かっこいいよね、あれいいよね、お前ら
恥ずかしくねえのか。一人をみんなでいじめて、なんとか言ってみろ。なんとか言ってくれよ先生よ。生徒役かよお前。無理だろ、30過ぎて生徒役は。いけるだろまだ。いや無理だよ。小6役だよ。いやもっと無理だよ、小学生なんて。いけるよ、俺だって普段いつも小学生と遊んでんだ。危ねえんだよお前。俺結構ワンパクだよ。何してんだ。女子の髪とか平気で引っ張るから、ね、危ねえエッセンだ。スタートも平気でめくるしね。危ねえエッセン。水溜りとかとりあえず入るからね。何してんだお前。転んでも泣かないよ。いや当たり前じゃねえか。自転車の補助に肩を外して乗ってるから、ね。近所の危ねえ親じゃねえかお前。危ない親父だよ。危ない、俺親父だよって言ったじゃねえか。およよよって言ったんだ。およよじゃないよお前。生徒役は無理です。先生役をやって。なるほどね。お前ら席つけ。聞こえねえのか。席につけ。席につけって言ってるんだ。バン。いやちっちゃいなお前。おい教団ギリギリちっちゃいよ先生。ちびっこ先生ちっちゃ。何をしてんだお前。誰がそんなちっちゃい先生やるっつったよお前。もっとでかくしろお前は。はい座って。でかすぎるだろ今度お前。生徒をつまむんじゃないよお前はよ。席ついてね。席ついてね。何してんだよお前は。ちょっと席チェックメイト。チェックメイト。なんで生徒チェスやってんだお前。生徒でチェスやってるちょっと西田敏行意識してんじゃないよお前は。じゃないよお前。けな普通でいいんだでかさはお前。お前ら恥ずかしくないのか。お尻にバナナなんか挟んで。どんな状況だよお前。見たことあんのか、学園ドラマでケツにバナナ挟んでんのお前。俺あんまドラマ見てないんだよ。はぁ、あ、ドラマ見てないからよくわかんねえんだな。あるですよ、いろいろあるですよ。あるです、あるです。何よ、あるです。いいシーンなんか学園ドラマ宝庫ですよ。何一番感動するのはやっぱあれですよ、卒業式。あ、最終回ね。そうですよ、先生がね、生徒一人一人に言葉を投げかけていく。生徒も本気で泣くからね、あれ。そう、先生も泣きながら、もどっちも泣きながら。アドリブとか入ってくるらしいですから。あれは感動のシーンです。確かに感動する、あそこいいよね。うん、青木お前は3年間よく一日も休まず来てくれたな、ありがとう。青田泣きすぎだよお前。おい、いや泣きすぎなんだよお前。なんで森進一になってんだお前は。いや樹もいらねえよお前。5点ぐらいのモノマネですよあなた。よくやりますね。いやいや、やらなくていいっすよ。似てるでしょ。全然似てねえし。いや泣きすぎ、先生が泣きすぎると見てる方引くから。逆に、あ、そっか、そこは涙をこらえながらこう言うみたいなとこがいいんだ。赤山先生知ってます、お前が教室の花に毎日水をあげてくれたこと。ありがとうな。あ、そういうのですよ感動する。赤塚先生知ってます、お前が3年間ひどいいじめを受けてきたこと。じゃあ助けてやれよお前。何が知ってます。先生ずっと見てましたよ。見てねえで助けろお前。佐藤美穂先生知ってます、お前は毎日一生懸命勉強してました。トイレの時もお風呂の時も先生見てました。ストーカーじゃねえか。みんなそんなとこ。ナオミ先生知ってます、お前がプール授業休んだ理由。言わなくていいよそんなの。デリケートな問題だぞ。言うなお前。山田、山田ってなんだよ。山田でいいだろ。先生知ってます、よく校庭に迷い込んでくる犬の名前。なんで知ってんだそんなもん。愛犬のジャクソンです。お前の犬かい、繋いどけ。そこのやつ、そこのやつで名前言えや。先生知ってます、お前の名前。じゃあ呼んでやるや。言いたくありません。なんでだよ、かわいそうだろあいつが。中島先生は昔お前のお父さんと一人の女を奪い合いました。なんで今言ったんだそんなこと。気まずいわ。中野美香第一印象から決めてました。メルトンかお前。佐々木危険ですので白線までお下がりください。駅のホームでやってんのかこれ。井上加藤後藤まとめんだよそこ。桜井坂崎高見沢アルフィーカカズラモス武田メルディ全盛期志村後ろオリフカ宮崎土幻化戦闘いかん東国丸じゃねえか。ダンカーン負けしじゃねえか。ラッキョ誰がラッキョだよ。コンペイです。なんだお前後半なんだコンペイですって。全然めちゃくちゃじゃねえかお前。ちゃんと卒業式やれよお前は。山下お前は毎日ランニングでおにぎりばっか食べて。裸の大将じゃねえかお前。架空の生き物を。いやそれ姫かぐや。やってたわ。稲葉100人乗っても大丈夫か。物置かお前。じゃあお前やれや。47人赤おろすかもらい飯やった。天島いやそれラップのやつじゃねえかそれ。駅前のお寿司屋さん行こう。いやそれバカな風じゃろさっきの。ダイナマ太郎それもラップのやつだっつんだよ。お前はよく頑張ったからご褒美です。はい、黒ずきんちゃんです。グリルのお前が取ったんじゃない。お前が取った。何してんだよこれ。中原おじいちゃん亡くなって残念です。あ、これジージーバンバン出すな消せ。稲川怖い話してくれ。もういいよ怖い話。稲川ズボンは出てこなくていい。出てこなくていい。出てこなくていい。戻りなさいよ。どんだけ怖い話したいんだよ。ごめんよ。何してんだてめえ。
ちゃんとやれや卒業式。三浦俊和。はい。お前は3年間このクラスの担任として。俺担任。お前何なんだよ。コンペでいい加減にしろ。どうもありがとうございました。お待たせいたしました、タカ&トシのお二人です。最近この辺りじゃ空き巣が増えてるらしいからな、怪しいのを見つけたらどんどん捕まえるぞ。わかりやすわかりやす、嘘、実際にいたんだこのタイプ。嘘だ。でキョロキョロしてるけど全然俺に気づいてねえし、何これ。おいちょっと君止まりなさい。もっと強くお願いします。はあ、もっと強く言ってください。おい止まれ、もっと止まらんと撃つぞ。もっと止まれ、もっと撃つぞ。あ、撃ってください。M かよ、なんだ気持ち悪いな、なんなんだよ。止まれっすらすぐ止まりなさいよ。じゃあこれ、いやじゃあじゃないよ、何やってんだよ。止まれっつってんだろうが。何をやってんだ。最近はねここら辺で空き巣が増えてるんだよ。まさかお前、私のどこが空き巣なんですか。空き巣だろどうだって。逆に空き巣以外何に見えんだって話じゃねえかこれ。ええじゃねえよ。じゃあ聞くけども、なんだこの格好、答えなさい、答えなさい。23番泥棒。仮装大賞か。なんだそのごまかし方。だいたいなんだその口の周りのヒゲ、お前典型的な泥棒ヒゲだろうが。これはあの罰ゲームで書かれたんですよ。羽つきか、ずいぶん正月遅えなおめえよ。本当は何なんだ。本当はサンタクロースです。もっと遅えじゃねえか、ずいぶん前の話じゃねえかそんなもん。いや慌てん坊なんです。いやもう今年の分配んの。はい。どんだけ慌ててんだよお前は。よくこんな格好でお前泥棒じゃないなんて言えんな。本当に違うんですよ。そんなことお前警察に通用すると思ってんのか。警察、いや気づいてなかった。誰だと思ったんだよこの格好見て。ああじゃないよ。もういいよ、ちょっとね身元確認するから名前教えて。名前は、ネーム、年齢は、オールド、仕事は、ビジネス、家族は、ファミリー。英語聞いてねえよ。あの俺がお前に英語聞かなきゃいけねえんだよ。年齢はいくつに見えます。合コンかお前、めんどくせんだよ。あんた俺が当てなきゃいけねえんだ。いくつだ。29です。29ね。嘘です、37です。なんでサバ読んだんだよ。20代の方が受けがいいかなと思って。合コンかっつてんだよ。王様ゲーム。合コンかっつてんだよ。なんでお前と王様ゲームやんなきゃいけねえんだ。ノリ悪い。合コンかっつてんだよ。あんたノリって、あんたお前おかしなやつだな。ちょっとパトカー来い。お持ち帰り。なんでお持ち帰りだよ。死ねえよお持ち帰りなんか気持ち悪いな。あんなんだ。だいたいよお前こんな時間にこんな格好でお前どこ行ってたんだ。家から出てきたとこです。じゃあこれからどこ行くんだ。自分家に帰るもん。泥棒じゃねえかそんなもん。ただの泥棒だろお前。こんなでっかい風呂敷、ちょっと中身見せてみろ。やめてください。いいから。やめてください。いいから。やめてください。泥棒お前じゃねえか。誰が泥棒だよ。ほんとそんな見られたくねえな。だったら自分で言え。その中身何入ってんだ。夢です。かっこよくねえよ全然。何かっこつけちゃってんだお前。あーもうラチ上がり。やめてください。お前いいから。僕の夢を奪う権利あなたにあるんですか。何が夢だ。僕の権利。いいから。なんだこれ。燃えないゴミですか、ね、うるせえよ。どこがゴミだこれの。お前が盗んだんだろうが。よし証拠出てきたな。よし連行だ。いや連行なんか無理だよ。言ってねえよそんなこと。連行だっつってんだよ。連行だったら天ぷらで。連行じゃねえよ、うるせえな。連行だって来い。まあ、やろ。なんだ急にお前は。何がおかしいんだ。お前に、いや貴様に私を逮捕することはできない。なんだと。国家権力って知ってますか。お前ら、いや貴様ら現場の人間がどうあがいたって私を逮捕することはできないんだ。なぜなら私の父はまさか警察庁の日本のトップに君臨する泥棒だからだ。家族ぐるみじゃないか。パパどうもよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。
人もね、僕思うんですけどね、何ですか、こう大人になるにつれてね、ドキドキワクワクすることがなくなってきたなと思うんですよ。まあ確かにそうです ね、子供の頃とかいっぱいドキドキあったでしょ。まあまあありましたね、あの小学生のいたずらとか、ね、ドキドキしましたね、ピンポン出しとか、ね、ピンポンして走るんですよね。よしじゃあ打つぞ、ピンポン、ガチャッタッタッタ、中入ったね、それね、中入ったね、中入ってるね。あ、奥さん、今日の晩ご飯は米助じゃねえかよ。どんだけ突撃してんだよ、米助。もう突撃レポーターですから。違う、ピンポン押してダッシュして逃げるとかね。そうそう、逃げるとかやりましたね。あと中学ぐらいになったらドキドキするっつったらね、初めて自分の部屋にね、あの女の子入れるときね。あ、女の子初めて呼ぶのはね、ドキドキしましたね、あれね、実家にね。うん、入っていいよ、入って。お邪魔します。あ、はじめまして、お母さん、今日の晩ご飯は。米助じゃねえかよ。どんだけ突撃しんだ。突撃ですよ、これ。なんで中学生が入れなきゃいけないんだよ、そんなもん。そんなんじゃないでしょ。部屋に入れてね、なんかポスターとかいじられて恥ずかしいですね、なんかね。こう、へえ、こういう部屋に住んでるんだ。まあね。あ、ポスターが貼ってある。あんま見ないでよ。へえ、こういうのがタイプなんだ。いや、そういうわけじゃないけど。悔しいけど、綺麗だもんね。そう？富士山。貼ってねえよ、そんな。なんだ、富士山ってよ、お前。え、これ用事ですか？貼ってねえっつうんだよ。あ、そうさん。いや、だからなんで山のポスター貼んなきゃいけないんだよ、お前。渋い中学生だね、随分。アイドルのポスターとか貼ってなんか恥ずかしいなみたいなのあるんじゃね。恥ずかしいんです。でまあまあいい感じでキャッキャッキャッキャしたらね、そう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 、いい雰囲気になってこう無言で見つめ合ったりなんかしてね、こう。ヤンキーかお前。お前どこ中よ。ヤンキーかっつってんだよお前。俺の車ドキンだから。ヤンキーかってお前。ドキンとかじゃねえだろうがお前。いい雰囲気になってけよ、手をグッと掴むんですよ、こうね。ヤンキーかってだからお前。なんでそこで根性焼きしちゃうのあんた。違う、そこはほっぺにチュでしょ。ほっぺにね、ジュー。ヤンキー勝てたからほっぺにチュじゃねえか、それじゃこれ。 あ、バナナ食べる。モンキーか。いや何がモンキーじゃねえか。お前がまた知ってた。何だお前モンキー。そんなんじゃねえだろう、いい雰囲気になるの。いい雰囲気になるんですよね。でこうイチャイチャしてたらね、そうそうそう、階段上がってくる足音がするんですよね。てめえ母さんだ。いかちゃん、あら、お友達。急に開けんなよ。よくもまあ堂々と人の家に上がり込んで、この泥棒猫。昼ドラかお前。なんで泥棒猫とか言うの。可愛い子のお名前なんていうの。ひろこだよ。もういいから。ひろこちゃんか。わいい。みよちゃんなんていうの。田中で。ごめんなごめんな。田中ひろこ、別れなさい。今すぐ別れるのよ。何言ってんだよ。だってあなたたち兄弟なの。昼ドラかってだからお前。なんだその急な展開はよ。そんなんじゃねえだろうが。もう挨拶したらすぐ帰れよ、母さんは。もうちゃんとゆっくりしてってね、はい、帰れ。めぎつね。昼ドラかってだから言うなよ、そういうこと。お前はどうした、どうした、母さん。お腹に赤ちゃんが。あなたの子よ。昼ドラかって、お前なんだそのドロドロした展開。これもう名前は決まってあるの。あ、おしん。朝ドラか、お前。それ朝ドラじゃねえか、まあ、おしんはお前。眠いよ、のび太くん。夜ドラか。何それ。いや、何それ。夜ドラじゃねえか。いやいや、夜のドラえもんじゃねえか。そんなことがあるか、お前。夜のドラえもん、夜ドラなんかあるか、そんなもん。うぜえ、このあるわけねえじゃねえか。うぜえ、この野郎。お前、首だ、お前は。あ、首だ。リストラか。いや、だからお前が勝手にやってるだけだからね。オスカル、アンドレ、ベルバラか。やっぱりな、単身赴任で誰もいない部屋に帰ってくるってのは寂しいもんだな。うん。さーてと、今日も一日疲れたし、風呂でも入って寝るか。さあ。誰だ、おお。私が誰だかわかる。誰って俺の奥さんだよ。クイズか。何がピンポンだよ。一面倒くせえことしてる。どうしたんだよお前急に。わざわざ東京から大阪まで来たの。ええ。なんだよ。来るならお前駅まで迎えに行ったのに。それじゃ証拠がなくなるでしょ。証拠？浮気の証拠よ。お前来ていきなり何言ってんだよ。お前浮気なんかするわけないだろう。どうかしらね。じゃあ何よ、このワイシャツの襟の黒いシミは。汗のシミだろ。黒いシミっつってんだからお前、シメるみたいにいいんじゃないよ。じゃあ何よ、この鼻をつくようなワイシャツの激臭は。俺の体臭だろうが。あんな臭かねえよ別によ。あなたはちょっと太った。そう、まさか誰かが料理を作りに来てるの。そんなわけないだろう。来てるんでしょう。原付きでお金持ち持って出前か。30分以内に来るんでしょう。ピザ屋勝つんだよ。来るわけないだろう別に。それよりあなたちゃんとしたもの食べてる。ちゃんとしたものはなかなかな。食べれてる。いやいや、まあまあ食べれてるは食べれてるけどもな。ボスに隠れて餌を他の場所に移して食べれてる。猿山か。なんだボスとかお前、お皿とかあるわけねえだろお前、普通に食ってるよ、うん、そうだ、あなたのためにねこれ持ってきたの。うわー、久々だなお前の手料理。あれ、中身は。
大変だったよ、この弁当箱作るの。弁当箱作ったんだよ。かかったお前、中身作れよ。いらないよこんなのよ。何やってんだよいきなり来て。あれ、あ、あなた服の趣味変わったんじゃない。いや変わってないよ別に。だって昔は赤いシャツにオーバーオールだったじゃない。ありようか、ありようじゃねえかこれじゃよ。あんな格好するか俺。私以外の誰が追っかけてんのね。追っかけてねえよお前。追っかけてるんでしょキノコ。マリオかってだから。追っかけてどうなの、息増えんのか俺。僕らがねえだろうがお前。何言ってんだよお前。あや、だってあなたいつも仕事仕事で。いやしょうがないだろ、それはお前のためでもあるんだからさ。だいたいあなた仕事と部屋とワイシャツと私どれが大切なの。選択肢おかしいだろお前。部屋とワイシャツいらねえだろうがよ。何を言ってんの、ちょ落ち着け、もう座れよお前さ。まったく、俺が浮気なんかするわけないだろ。なんでそんなこと言うんだよお前。そんな顔も可愛いなお前は。何言ってんだよ。だって全然構ってくれないじゃない。いやそれは悪かったけどさ、仕事が忙しくてなかなか連絡とかできなかったんだって。どうだそっちは、なんか変わったことないかな。そうね、亀の太郎がちょっと大きくなって餌の量が増えた。ああ、そうかそうか、そんなもんか。あとトイレのショーの流れが悪くなって全部台で流した。そんなもんだな、うん、あ、そうそう、あと家が火事で全焼した。先言えよ。一大事じゃねえかこれ。ファイヤー。ファイヤーじゃねえよお前。何軽い流れで言ってんだお前。大丈夫かよそれよ。ちょっと何よこの長い髪の毛。はあ、まさか毛が生えてきたの。生えるか。リポピューと生えんだよ。もう俺んじゃねえよこれ。あなたのじゃないの。じゃあ誰のよ。誰が来たのね。いや違う、あなた。いや誰が来たのよ。分かったわ。何、山下達郎ね。来るわけねえだろ。なんで山下達郎だよ。山達が来たのね。山達っていうのは友達しかしねえよ。怪しいわね。いや怪しかない。すごく怪しい。いや別に、ああ何よ、なんで歯ブラシが2本もあんのよ。買い置きしてただけだよそんなもん。ますます怪しい。ああ、なんでスピーカーが2個もあんのよ。大体2つだろそんなもん。そんなお宅あるだろスピーカーなんか。お前、ああ、この写真の女誰よ。お前だろどう見ての。お前っきりお前だろお前よ。ああ、何よこの名刺、女の名刺じゃない。取引先だろ、会社名も書いてんだろ。え、佐藤美穂。佐藤さんだよ。この女だけは絶対ダメよ。は、この女はね、あなたと血を分けた兄弟なの。ヒルドラか。急にドロドロしやがって。この辺どっかに隠れてるね。隠れてる。出てきなさいこのメス豚。ヒルドラかせだよ。何なんだよお前、だからはわきわきってよ。いかにしろよ。俺はな、神に使ってもな、浮気なんかしてねえよ。お前を愛してるからな。ごめんなさい、私もあなたを愛してるわ。だから心配になってこんな風になっちゃったの。分かってくれりゃいいんだ。でもごめんな、俺が家を開けたばっかりにこんな心配かけて。今後はちゃんと連絡してさ、お前に心配かけ。もしもし、あ、たかし、私、うん、うん、全然大丈夫、今一人、うん、え、マジで会える。分かった、いつものホテルのロビーね。はーい。おい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 、お前まさかその電話浮気してんじゃねえだろうな。浮気してんのかい。離婚。どうぞどうぞ、こちらになります。こちらですね。こちらの物件がね、あの、うちの不動産のおすすめ物件となっておりますから。なかなか立派な建物ですね。いや、そうですよ。本当にお客様の条件すべて満たしておりますから。あ、本当ですか。はいはいはい、はい。じゃあ、あの、防犯なんか大丈夫ですか。あ、もうバッチリです。縦横のチャックを開けたらスッと中に入ります。弁当勝つんだよ、それ。入られ放題じゃない、それ。差がありすぎますよ、ちょっと。あ、一応鍵は2つついてますけどね。あ、26。それは安心ですね。はい、あと、あの、窓も2枚重ねとなっております。二重差し。それは静かでいいね。家賃の方も私と大家さんの両方から。二重世紀、バカ野郎、お前。二重席そこいらねえんだよ。冗談ですよ。何すか冗談って。じゃあちょっと中入ってみましょうか。ああ、入りましょう、ね、入りましょう。はいはいはい。へえ、なかなか立派だな。はいはいはい、どうぞどうぞ。あ、はいはいはい。ほうほう、なるほど、なるほど。こうなってるわけですね。はい、あ、そういえばさ、今日泊まっていける彼女か。何言ってんだ、あんた。あ、大きめのスウェット出そうか。彼女かって言ってんだよ。明日朝早いけど、気づかない。彼女かって言ってな。なんでここあんたんちになっちゃってんの。
まあまあ冗談ですから。冗談って何なんですか、気にしないでください。どうですか。あ、はいはい、でも意外に広いですね。まあ、天井は高くてね、筒抜けになってます。筋抜け見てみるんじゃねえよ。どこに情報漏れんだよ。あとね、下の床ひっくり返すと忍者出てきますよ。昔かお前。なんだよそんなもん。日当たりはもちろん、風当たりも抜群です。冗談じゃねえよ。生活したよ、風当たり強かったら。あ、そうですか。何言ってんすか。うん、まあまあまあ外見はいいけども、はいはいはい、これあれですか、作りは頑丈なんですか。はい、そこはもうがっちり頑丈に作っております。あ、そうなんですか。それだけは手を抜いておりません。へえ。実は私には2人の兄がいたんですよ。はい。作りの手を抜いたばっかりに命を落とすことになってしまいました。え、藁と木の枝なんかで家を作ったばっかり。3匹の子豚かお前。3匹の子豚じゃねえかおめえよ。私末っ子です。知らねえよそんなもん。お前レンガだから安心でしたとか言ってる場合じゃねえだろ。じゃねえ。あとトイレの方ですね、うん、和洋中からやれますけど。中ってなんだよそれよお前。中華ですよ。洋式でいいよ。洋式でいいですか。あ、分かりました。キッチンはキッチン。あ、キッチンはこちらなんですけどね。おうおう、このグリルで魚焼いたりできますし。あ、いいねこれ。今ですとですね、この小型のフライパンに万能包丁3つ付いてきます。通販かっつうの。あと火を起こす際には下にですね、板と棒があるんでそれで起こしてください。原始人か。クロマニヨン人か。誰が誰がクロマニヨン人だってめ、この野郎。ごめんなさい、冗談です。冗談じゃねえだろ、これ叩いたろってめ。冗談ですから。こんな冗談じゃねえだろうが。ほんで見てくださいよ。ほんでまあまあまあいいや、はいはい、こういうのは分かったけどさ、はいはい、この最寄り駅からどれぐらいかかるの。最寄り駅からですとです、電車で5分ぐらいです。バカかお前。なんで駅まで電車で行っちゃうんだおめえよ。ああ、すり足で10分で。力士勝つんだお前。二人三脚で15分やらねえよそんなもん。30人31脚だと子供たちかお前。やってたんかそんなこと。結構早いんですよ。早いんですよじゃねえよ。徒歩でどんぐらいっつってんの。徒歩で5分ぐらいですかね。ああそうなの。冗談で。冗談なのかよ。ロップ3年ぐらいが出しててめ、ああそうか。そうですよ。まあまあまあ駅からも近いし、うん、どうしますか。決めちゃおうかな。あ、お目が高いですね。まあでもですね、あらかじめご了承いただきたいんですけども、うんうん、ごくまれになんですけどね、押し入れにね全く知らない子供遊んでますけど無視してください、うん、できるわけねえだろ。おばけでねえかそんなもんお前は。階段ですよ。いや階段ですよじゃねえ。そこ冗談ですよって言ってくれよお前。冗談ですよ。冗談なんか、はいはいはい、あ、じゃあまあまあまあ、ええ、場所もいいし物件も気に入ったし、うん、はいはい、借りちゃおうかな。あ、借りますか。うん、困ったなぁ。え、ちょっとね貸せないんですよ。はぁ、全部冗談だったんです。いい加減にしろ。
です。よろしくお願いします。今年も残念で出させていただくということで、ね、いや嬉しいです本当にね、感謝しておりますけれども ね、まあでも2019年もあっという間にね、もう終わりですよ。終わりですね。早かったです ね、来年は2020年。なんかやりたいことありますか。やっぱりね、お笑いだけじゃなくてね、いろんな仕事やっていきたいんですよ。あ、いいじゃないですか。役者とかもやってみたいね。いいね、役者。ドラマに出たいです。ドラマね、はい、何のドラマがいいの。警察ものね。ああ、刑事ものね。ちっちゃい頃から見てきたからね。かっこいいね。いろんなシチュエーションがあるからね。そうそうそう。あの張り込みなんかいいじゃないの。張り込み、ね、犯人のアパートの前で何時間も張り込む、あれかっこいいね。あ、お疲れ様です。お疲れ。星に動きはありましたか。なかなか尻尾荒らさんな。そうですか。長期戦になりそうですね。そういうことだ。ま、一息つきましょうよ。おお、気が口じゃねえか。ちょうど腹減ってたんだ。コットンとメイク落とし。OL か。まず俺メイク落としちゃってんだよ。え、一息つくんじゃないの。一息でメイクしてねえし、大体が。あ、そうそう。腹減ってるから食い物出して。蒸し鶏のラビゴットソース、季節の彩り野菜を。フレンチか、おい。何コース料理食っちゃってんだここで。パパッと食えるもんだろ。ケフテですとメジメッキチョルバスです。これは何だ。トルコ料理です。いや知らねえもん持ってくんじゃないよ。知ってる食べ物をよこせ。ゆで卵とバームクーヘンです。口パサパサになんね。水分全部持ってかれちゃうから。飲み物ちょうだい。カレーです。太ってんのかおい。カレーを飲み物と捉えるのはデブだぞお前それ。いや違う、こういう状況で食うのあるだ、定番のあれ。あ、パンと焼きそばです。挟んでこいよおい。焼きそばパンで持ってこい。ああ何やってんだ。焼きそばパンと焼きそばでかぶっちゃってんだよ。なんで焼きそばかぶって。食い合わせ大事だからね、うん、ここ。スイカと天ぷらです。一番ダメなんだよ。一番お腹壊しちゃうから。いや違う、パンちょうだい。残パンです。なんで残パンだよ俺。いや違う、あんパンと牛乳。あんパンと乳牛です。牛じゃねえかよ。なんて牛、邪魔でしょうがねえこのやつ。いやいや俺張り込みのシーンあんま好きじゃなかったからね。何よそれ、先言えや。じゃあ取り調べなんかみたいな迫力があって。メス、オス、メス、オス、メス、オス、メスを調べて取り調べ。見たことあんのかおい。ヒヨコのオスメス調べる取り調べって、お前刑事ドラマで見たことあ、で全然分かってねえじゃねえかオスメス。難しいんだ。首ばっかかしげて。全然できてないねお前ね。俺はもっとね、緊迫感のあるシーンが好きだったんですよ。何を。だから人質取って立てこもっての説得みたいなね。あの銀行強盗で。そうそうそう、あれ確かにいいね。あれいいでしょ、うん、おい現場どうだ、はい、銀行に人質20人取って立てこもってます。20人が。人質の内訳は男性が8人、女性が7人、お年寄りと子供が2人ずつ、ま、それとライガーです。なんでだよ。なんでライガーとか出した。ライガーがマスクをかぶったまま銀行に入ってお金を下ろそうと思ったら防犯ブザーを押されたそうです。もうライガー犯人じゃないかそれよ。はい、愛じゃねえんだよ。打ちますか。打ちますかじゃねえんだよお前。ライガーとか出すのお前緊張感なくなるから。皆さんライガー知ってますよね。いや違う違う、なんで受けないんですかみたいな顔してる。一回も受けたことねえんだこのくだりは。お前がどうしてもライガー入れたいってくらい入れたけども、このざまだよお前。いや俺が滑ったみたい。お前が滑ったんだよ。ライガーだ。ライガーじゃねえよ。滑ったのはライガー。ライガーだって急に出されてビビってるよ多分お前。なんで俺の名前がってなってるよお前は。全然受けねえじゃん。いいんだいいんだ、受けたことがないんだから。ここはもうしょうがないもん。忘れる忘れるお前は。で犯人の特徴は何なんだ。赤い T シャツに下はすっぽんぽん、隣に小さなピンクの豚みたいなやつ。熊のプーさんだねそれ。なんでプーさんが現れてんだ。撃ちますか。撃ちますか。街に熊が出てきたんじゃねえんだぞお前は。犯人の特徴、見た目は子供なんですが頭脳は大人なんです。こんなんだね。こんなんですね。こんなんとは言ってねえよ。名探偵コナンだっつってんだ。いいんだアニメとか。まあ、犯人の特徴、イタリア系アメリカ人ですね。外国人反応か。ヒゲにオーバーオール、右手にキノコを持ってます。スーパーマリオだねそれね。スーパーマリオ、左手には星を持ってます。スターマリオだ。無敵で触ったら振ったことうるせえよお前。あれってゲームとかいらねえんだよ。ちゃんとした人間であれお前。犯人の特徴はキリストのような見た目でヴェルディのユニフォームを着てます。ラモスだねそれね。前世紀のラモス。いいんだお前、日本人でやれよお前。ラモスは日本人です。そうだけど。ラモスは誰よりも日本人です。あ、分かったよ。日本のために聞かせたんです。悪かったよお前。青い目の侍です。どんだけ好きだよラモスが。ラモスとライガーが好きです。なんでラモスとライガーが好きなの。もういいから、もういいよ。じゃあ犯人の要求は何なんだ。犯人の要求はでかいしゃもじを武器に隣の晩御飯を見せろと。ヨネスケかおい。ここを世界遺産にしろと。ユネスコ。サワホマレを中心としたイレブン。なでしこ。アミーゴ。メキシコ。さぬきうどん。シコシコ。わかんねえって。シコシコ。わかんねえってそれは。それはシコシコ。急に出てこないって。もういいよ、俺直接犯人と喋るから。おい犯人、今すぐ出てこい。明日で丸2年だぞ。何やってんだ俺ら。2年間もこんなやり取りしてんのか、お前。じゃあいいよな、犯人のお母さん呼ぶ。あ、泣き落としみたいな。犯人、お前の母さんが来てくれたぞ。早く実施しろ。さもなきゃてめえの母さんぶっ殺すぞ。おめえは犯人みたいじゃないか、お前。いいから。目には目をです。おい犯人、お母さんが来てくれたぞ。お母さん、お願いします。あんたバカなことやめて早く出てきな。そしたらうちの年が出世できるんだよ。俺の母さんじゃねえかよ。久しぶりだね。久しぶりじゃねえんだよ。たまには顔見せるんだ。なんで俺の母さん来ちゃったんだよ。犯人の母さん。母さん、お願いします。あんた、どうしてそんなグレちまったんだい、クソ太郎。名前のせいだよ。なんで
クソ太郎にしたんだよ。おじいちゃんからからしら餅をもらって。お前じいさんなんて名前だ。おいクソ吉です。どういう一族だよ。何クソ残しで来ちゃってんだよお前は。いいからちゃんとして。お母さんお願いします。あんた今日晩ご飯いんのかい。のんきだなお前。いかがするよ。ということでございまして、ね、ザ・漫才ということでトップバッターでございます。いや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 、ありがとうございます本当にね。やっぱね僕ね、でも夢があるんですよね。何ですか。あのね、いつかやっぱ豪邸に住んでみたいっていうね。ああそれはね、やっぱ持ってるんです。どんな豪邸建てたい。やっぱね庭付きですよね。まあまあ庭はいるわな、うん、でプール付きね。あプールもいるか、うん、50メートルプール。50メートルプールだね。なかなかのもんだよそれはお前。50メートルはお前深さ。深さかよ、うん、深さ50メートル。そんな必要ねえだろそれお前。直径1メートル狭い井戸じゃねえかそれお前、うん、行って戻って終わらしかなんだよ。アザラシかお前は。直径1メートルのお前こういうとこからこうやって上がってきたアザラシじゃねえか。アザラシか違うよ。だからこうやってたらアザラシだ。俺こうはいや違うんだ。お前がこうやったらアザラシだ。お前がこうやっていなお前。痛えなお前さっきから。お前がこうやってるから違うんだよ。お前がこうやったらアザラシになっちゃうだろ。やってないんだお前。シルエットがこうなんだからアザラシになっちゃうだろ。お前がこうやったから俺は違うんだよ。お前がこうやったらアザラシになっちゃう。なんで叩くんだよ俺は。もっと低くしてやんないと。何の話やってみろよ。いやこうだろ。クリオネだろそれは。バナじゃねえかお前。強いぞお前は。そんなんじゃないんですよ。豪邸でしょ。豪邸ですよ。どんな部屋数はどれぐらい欲しい。部屋数30は欲しいですよ。お城ですよ。窓2。窒息すんだそれは。2しかなかったらよ。トイレ10個。トイレ10個。うんこ2。汚ねえな。誰が流してねえのそれ。お風呂5個。お風呂5個。うんこ1。汚ねえな。誰が風呂場でやってんのお前。アザラシだよ。なんで叩かれたんだ俺が。アザラシ決まってんだろお前。なんで俺が叩かれた。アザラシお前家でどこへ預けとくかって言ったらお前風呂場しかねえからビチャビチャになっちゃうんだから。そうか知らない。アザラシ入れといたんだよ。しばらくして見に行ったうんこしてたんだよ。これなんで俺なんだよ。夢がねあるんですけども、はいはいはい、いやそれにしても ね、あの僕トシさんのプライベートあんま知らないんですよね。この人喋、まあまあ、ってくれないから。まあまあまあ、まあ、休みの日とこの間休みあったけど何やってたの。まあまあね、あの、うん、子供とドライブね、まあ赤ちゃんいますからそんな遠出はしないですけども、その前の休みは何やったの。あの子供とね、うん、ハイキング。まあ赤ちゃんいますからまあ近所ですよ。その前は何やってたの。子供とねディズニーランド、うん、まあ赤ちゃんいますからそんな。その前はその前の休み。あの子供と伊豆行った。うるせんだよ。うるせんだよさっきから子供子供ってよ。いやお前が聞いたから。漫才中に子供の話するなんか前代未聞だよ。いや結構いるよ。結構いるだろそれぐらい。せっかくの二人きりの時間なの。どこがだよ。お客さん見えてねえのかお前よこれ。子供子供子供は赤ちゃん赤ちゃん赤ちゃんってタカちゃんも見ろよ。なんだよそれ。タカちゃんってなんだよそれよ。赤ん坊のことだよ。赤ん坊みたいに言ってんだねえよお前。なんだ高んぼってわけわかんねえの。お前変わったよ。は10年前は子供の話なんかしなかったよ。いないからねまだ。するわけねえだろ。頭おかしいだろそれ。お前子供が生まれてからどんどん頭おかしくなって。おめえだよそんなの。お前に言われたかねえよんなの。何言ってんだよ。だってお前さ、え子供との旅行の写真をスタッフさんに見せてるそうだな。おいやまあいいじゃないですかね。そんな見せたってね。だったら俺との旅行の写真も見せろよ。いやお前となんか行ったことないけどね旅行の。いつも行ってんだろ。ぬくみずさんとバスの旅。いやあれ番組だから俺は悔しいんだよ。何がだよ。昔はお前の中での俺の存在は大きかったのに子供が生まれてからどうだよ。何が。子供が1番俺が2番だよ。もっと下だよお前なんか。自己評価高いねお前随分下下お前はそんなの。子供の何がいいんだよ。いや子供の笑顔見てるだけでね癒されるじゃないですか。そうだったら俺の笑顔も見てくれよ。危ねえじゃねえかお前。全然笑えてねえじゃねえかそれよ。ストレスってやつだよ。ああお前が俺を構ってくれないからストレスでこんな笑顔になっちまったのさ。俺のせいだよそれよお前。子供なんか夜泣きとかうるせえんだろ。しょうがない子供なんだから夜泣きはするよそれは。俺の夜泣きは静かだぞ。おかしいだろお前。なんで夜泣きしてんだお前が。ストレスってやつだよ。またストレスだよ。お前が構ってくれないから夜寝る前になると涙がボロ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 こぼれるんだ。ストレスってやつだよ。なんでストレス。ストレス何でもストレスのせいにすんだお前は。ネタ飛んでんじゃねえよてめえ。興奮だよ。興奮じゃないだろお前は。テンポ興奮状態だよ。テンポよく来いよお前は。飛んでねえよ。飛んでだろうがお前は。飛んでねえよ。飛んでたよお前明らかに。飛んでねえ。すぐ来いじゃんお前は。お前ストレスってやつやかましいわ。何でもストレスのせいにすんなお前はよ。頭おかしいのかお前。俺のおむつも変えろよ。何を言い出してんだお前。お前子供のおむつ変えてんだろ。毎日変えてるわ。俺のおむつも変えろよ。だ履いてねえじゃねえかお前の子。履くよ。はあ、お前がおむつ変えてくれるなら俺履くよ。頭おかしいのかお前。その代わり漏らしたらすぐに変えてくれよ。お尻がかぶれちゃうから。デリケートだなお尻お前よ。臭そうな顔するな傷つくから。ナイーブだなお前よ。パパーパパって呼ぶんじゃないお前。ゆっくりしろ。どうもありがとう。入るんだ。よし
今日からな、ここでしっかり反省するんだぞ。はい。ああ、今日から夢の一人暮らしか。状況か。あ、これつまらないもんなんですけど。状況かっつってんだ。なんだこれお前。どっから持ってきたお前の。え？反省してんのかお前。はい、すいません、監視さん。監視さんっていうのもなんか堅苦しいですね。カンちゃんって呼んでいいですか？いいわけねえだろ。いいわけねえだろお前は。自分の立場分かってるかお前は。はい、囚人です。そうだよ。だからシューちゃんって呼んでください。分かってねえだろお前。なんでお前をシューちゃんって呼ばなきゃいけねえんだ俺が。カンちゃん。カンちゃんって呼ぶな。なんだカンちゃんシューちゃんの名前って。おかしいだろうがお前は、ったく。で、お前は何をやったんだ。何やって捕まった風に見える。コンパ勝つんだよ。なんで俺が当てなきゃいけねえんだよ。巻き巣やってんじゃねえか。今となってなんであんなことしたんだって。あの時別の家に入ってればって。反省してねえだろお前。全然反省してねえなお前。だけんじゃないよ。しっかり反省するんだよ。ここでしっかり反省して罪を償って一刻も早くここを出るんだ。お前のおふくろさんも悲しんでるぞ。おふくろ。おふくろさんはどこ住んでんだ。三つ隣の牢屋です。親子でか。何してんだおめえんとこや。遺伝です。遺伝じゃねえだろうが。どんな DNA だったく。監視さん。なんだよ。手紙が書きたいんだ。手紙が書きたい。何急にタメ口になってんだ軽くお前この野郎。手紙書きたいのか。よし、じゃあほら紙となペンやるから、今のなこの反省した気持ちをしっかり書け。それ出しといてやるから。ああの俺文才がないからチェックしてもらっていいかな。うん、どれどれ。なになに。今年こそは任天堂 DS ください。サンタさん。子供かお前。何書いてんのこれ。毎年書いてるけど音沙汰がねえんだ。当たり前だろうがお前。音沙汰なんかあるかお前みたいなのに。言ってんだお前。書いてんのやろお前。どこのこと書かねえよ。だからお前一人に構ってる時間ねえんだ。カンちゃん待ってくれよ。カンちゃんって呼ぶなよお前。さっから普通になってきたな。一つ聞きたいことがあるんだ。隣の牢屋のやつは一体どんなやつなんだ。隣のやつはオレオレ詐欺だよ。お年寄りから金を奪ってたって最低のやつだ。物騒な世の中だな。お前が言うんじゃねえよ。おめえも空き巣なんだよこの野郎。今日忘れんな自分の立場。ったくもう昼飯だからじっとしとけよ。ああだったら何か買ってくるよ。ああじゃあ焼きそばパンでいいかな。焼きそばなら分かった。行かせねえよバカ。行かしかうなよその流れで。どんな流れ逃げきてんだお前。じっとしとけよ。ふざけた野郎だ。ああちょっと退屈だから本でも読むか。おお読書か。それは感心感心。読書が趣味なんです。ああそうか、近い将来のために勉強してるんです。で何読んでんだ。プリズンブレイクです。脱走すんだろお前。お前脱走する気だろてめえこの野郎。どうしてるわかるわそんなもん読んでたらこの野郎。ふざけた野郎だなお前は。なんだあったく。そこに早く置いて出てってくれ。なんだ急に焦り出してお前。こんなことバレたら一大事だ。今何つった今。おい、いいから早く出てくる。お前なんかしようとして早く出てくんだ。なんだお前言え。何も隠してない。何を隠したって言え。大便がしたいんだ。トイレかよお前。紛らわしいんだよお前。さっさとすれよそんなもん。ダメだそんなとこでしたらみんなにいじめられる。小学校かお前。こんな誰もいねえんだからしろよ早くお前は。バカだな。痛い痛い痛い。俺お前我慢してるからだろお前。何やってちょっと見してみろお前。おっちょお前動くんじゃないぞ。何してんだお前。自分がやってること分かってんのかお前。落ち着け。動くなよ。これ以上罪を重ねてどうするお前。うるせえ。おとなしくしろ。なんだ今から俺の言う条件を飲んでもらう。条件なんだ。金か逃走用の車か。そんなんじゃねえ。なんだ今から言う条件飲んでもらうぞ。分かったよ。耳の穴かっぽじてよく聞きやがれ、うん、その食事に入ってるピーマンを抜け。子供か。続いてはタカトシの最強コントが炸裂する。やっぱりな単身赴任で誰もいない部屋に帰ってくるってのは寂しいもんだな。さーてと今日も一日疲れたし風呂でも入って寝るか。しゃあ誰だこおお私が誰だか分かる。誰って俺の奥さんだよ。クイズかお前。何がピンポンだよお前。しめんどくせえことしてねえ。どうしたんだよお前急に。わざわざ東京から大阪まで来たの。ええ。なんだよ来るならお前駅まで迎えに行ったのに。それじゃ証拠がなくなるでしょ。証拠？浮気の証拠よ。
前来ていきなり何言ってんだよ。お前浮気なんかするわけないだろ。どうかしらね。じゃあ何よこのワイシャツの襟の黒いシミは。汗のシミだろ。黒いシミっつってんだからお前チメルみたいに言うんじゃないよ。じゃあ何よこの鼻をつくようなワイシャツの激臭は。俺の体臭だろうがお前。あんな臭かねえよ別によ。あなたちょっと太った。そう。まさか誰かが料理を作りに来てるの。そんなわけないだろう。来てるんでしょう。原付でおかもち持って出前か。30分以内に来るんでしょう。ピザ屋かつんだよ。来るわけないだろう別に。それよりあなたちゃんとしたもの食べてる。ちゃんとしたものはなかなかな。食べれてる。いやいやまあまあ食べれてるは食べれてるけどもな。ボスに隠れて餌を他の場所に移して食べれてる。猿山か。なんだボスとかお前餌とかあるわけねえだろお前。普通に食ってるよ、うん、そうだあなたのためにねこれ持ってきたの。うわお久々だなお前の手料理。あれ中身は。大変だったよこの弁当箱作るの。弁当箱作ったんだよバカかお前。中身作れよ。いらないよこんなのよ。何やってんだよいきなり来て。あれあ、あなた服の趣味変わったんじゃない。いや変わってないよ別に。だって昔は赤いシャツにオーバーオールだったじゃない。マリオかマリオじゃねえかこれじゃよ。あんな格好するか俺。私以外の誰が追っかけてんのね。追っかけてねえよお前。追っかけてるんでしょうキノコ。マリオかってだから追っかけてどうなの。一気増えんのか俺。追っかけねえだろうがお前。何言ってんだよお前は。よだってあなたいつも仕事仕事で。いやしょうがないだろそれはお前のためでもあるんだからさ。大体あなた仕事と部屋とワイシャツと私どれが大切なの。選択肢おかしいだろお前。部屋とワイシャツいらねえだろうがよ。何を言ってんの。ちょ落ち着けよ。もう座れよお前さ。まったく俺が浮気なんかするわけないだろ。なんでそんなこと言うんだよお前。そんな顔も可愛いなお前は。何言ってんだよ。だって全然構ってくれないじゃない。いやそれは悪かったけどさ仕事が忙しくてなかなか連絡とかできなかったんだって。どうだそっちは何か変わったことないかな。そうね亀の太郎がちょっと大きくなって餌の量が増えた。ああそうかそうかそんなもんか。あとトイレのショーの流れが悪くなって全部台で流した。そんなもんだな、うん、あそうそうあと家が火事で全焼した。先言えよお前。一大事じゃねえかそれ。ファイヤーファイヤーじゃねえよお前。何軽い流れで言ってんだお前。大丈夫かよそれよ。ちょっと何よこの長い髪の毛。はあ、まさか毛が生えてきたの。生えるか。一本ピューッと生えんだよそんなもん。俺んじゃねえよこれ。あなたのじゃないの。じゃあ誰のよ。誰が来たのね。いや違う。あなたいや誰が来たのよ。分かったわ。何山下達郎ね。来るわけねえだろ。なんで山下達郎だよ。山達が来たのね。山達って言うなお前。山達したかしねえよ。怪しいわね。いや怪しかない。どうか怪しい。いや別にああ何よ。なんで歯ブラシが2本もあんだよ。買い置きしてただけだよそんなもん。ますます怪しい。ああなんでスピーカーが2個もあんのよ。大体2つだろそんなもん。そんなもんだけあるだろスピーカーなんかお前。ああこの写真の女誰よ。お前だろどう見ても。お前っきりお前だろお前よ。ああ何よこの名刺。女の名刺じゃない。いや取引先だろ。会社名も書いてんだろ。え佐藤美穂。佐藤さんだよ。この女だけは絶対ダメよ。はこの女はねあなたと血を分けた兄弟なの。ヒルドラか。なんだよ君ドロドロしやがって。この辺どっかに隠れてるね。隠れてる。出てきなさいこのメス豚。ヒルドラ合戦だよ。何なんだよお前だからは。浮気浮気ってよ。いかにしろよ。俺はな神に使ってもな浮気なんかしてねえよ。お前を愛してるからな。ごめんなさい私もあなたを愛してるわ。だから心配になってこんな風になっちゃったの。分かってくれりゃいいんだ。でもごめんな俺が家を開けたばっかりにこんな心配かけて。今後はちゃんと連絡してさお前に心配かけ。もしもし、あ、たかし私、うん。うん、全然大丈夫。今一人、うん。え、マジで会える。わかった。いつものホテルのロビーね。はーい。おい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 。お前まさかその電話、浮気してんじゃねえだろうな。浮気してんのかい。離婚。どうもー。どうもー。よろしくお願いします。
ていいよ。やったことねえだろそんなこと。いやちょっとね緊張しちゃって。いや嘘つけお前。すいません、なんか下手くそな受け方しやがってお前は。すいません、余計なことしてないよ本当はね。まあまあでもこの2020年もね、もう残すところあとわずかでね。そうですね、早くも終わってしまいますけども。まあでもなんか今年はちょっと暗い話題がねいろいろ多いなと思いましたけどね。確かにね、だからそんな時こそね人と人の助け合いっていうのは大事だと思うんですよ。まあ確かにね、こういう人助けとかしてますか、あなた。そういうの全然やってません。やってねえだろうな。でもやりたいって気持ちはあるんですよ。気持ちはあるんだけどね、どうやっていいか分かんない。いやまあ結構ありますよチャンスなんか。例えば満員電車乗っててね、おじいさんが乗ってきたら、おじいさんにこう席を確保してどうぞこちら座ってくださいみたいな。これだけでも全然いいの。全然いい。じゃあできますよ。じゃあじゃあ社長ってやってみましょう。まあでも僕はバスの方が多いんだよ。俺よ、俺もやってんだよ。いつまで喋っ、俺じいさんで入ってきてんの、いつまで喋ってんだお前。何年漫才師やってんだお前。